どうやったら病気になりにくい食生活が起これるかっていう話をしようかなと思います。そこがもう戦争が終わってから洗脳教育が入って GHQ が入って食文化は奪われて日本の文化が奪われてそういう感じで今病気大国になっちゃったでしょ。信仰心を忘れた日本人が病気になってるんですよ。朝から終わってパン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 な超でございます。今日の話はどうやったら病気になりにくい食生活が起これるかっていう話をしようかなと思います。これは僕が体験してきたものをズバッと言おうかなと思います。僕はもう基本的に感覚人間だし勉強してきたものとか自分が体感したものだけ伝えます。だから本読んだりとか YouTube 見たりとか勉強しますけどその通り話したりしないんですよ。で自分が体験して経験して積み上げたものをちゃんと一回自分でインプットしてそして咀嚼してから自分なりの言葉でドーッと五章派カメハメハーみたいな感じで出すっていうのがめちゃめちゃ大事かなと思ってます。だから僕のね49歳って年来年50歳って年はもう100年時代人間が今生きられる令和の時代は100年時代と言われてます。その半分ぐらい経験してるんですね。その半分ぐらい経験した中での話で本当にこのちっぽけ剣がちっちゃいし全然頭も良くないしもうただ23年間会社を経営した経営者のたわごとだと思ってください。だから僕の話が全て合ってるとか完璧な答えだと思わないでください。答えとか情報っていうのは前の動画でも喋ったんですけど完璧を求めすぎると迷ってしまいます。もうシンプル is the best。で今日の本題入るんですけど、もうまずこれね、ポイント。もう今日の答え言っちゃいます。食は信仰だよってことです。信仰です。わかります？もう、かくあんとかのお信仰じゃない。昔付き合ってた彼女が信仰なんだよねって、そんなわけないでしょ。信仰さんじゃないの。信子さんって書いて信仰さんって呼ぶ。違う。信仰さんじゃなくて、信仰なんですよ、食事は。特に日本人は恵まれたこう自然の中、もう島国なんですけど、食生活があったわけですよ。それが戦後になって、食事の自給率がどんどん下がっちゃって、ほとんどね、輸入に頼っちゃうっていう変な日本になっちゃったんですけど、その前までっていうのは自分たちで生産したりとか、まあ、海とか山が豊富なんで、そっからね、自然の恵みをいただいてから来てきたわけですよ、日本の民族っていうのは。そこがもう戦争が終わってから洗脳教育が入って、GHQ が入って、食文化は奪われて、日本の文化は奪われて、そういう感じで今、病気大国になっちゃったでしょ。だからもう自然の恵みを食べるっていうのが大事で信仰なんですよ。だから皆さん命をいただきますっていうでしょ。そして食事終わった後はごちそうさま。こんな民族は世界各国を見てもほとんどないんですよ。まあ僕はね韓国では朝鮮出身なんでそれもあります。韓国朝鮮っての儒教なので目上の人とかそういう歴史とかをすごい大事にします。今でも僕らっていうのは冬1月と8月ね夏あまり絶対行きますしそういう風に親戚が集まったりっていうのはもう何年経っても何十年経ってもちゃんと先祖の霊を伴うとかいうのは忘れないようにしようっていうもう文化とか習慣があります。もうそれも日本と一緒でしょ。韓国ではいただきますを韓国語講座ね一瞬ねいただきますをモッケスミダっていうんです。ご飯を食べた後はごちそうさまがチャイモゴスミダちゃんといただきましたっていう風に報告をするわけです。これって日本文化に近いじゃないですか。でも日本の文化は優れててそういう命をいただきますそして次につながるっていうこの信仰をしてきたんですよずっと。でなんで日本の人たちがみんなね年間40万人もがんになってから3人に1人ががんになって2人に1人が死んじゃってで2人に1人が何らかのアレルギー5人に1人が糖尿病または糖尿病予備軍っていうこの病気大国になっちゃったのかっていうとこれは信仰を忘れたからです。でもう名前出しちゃうわ。マクドナルドとかファーストフード店コンビニとか手軽で簡単に安くてっていうのが増えたでしょ。それがそもそも食事を取るのに簡単すぎるんですよ。そんなに命は安くない。そんなに生産者の努力は安くないんですよ。生産者の努力を買ったらもっと高くていいんですよ。でもね、お金がないから買えないとか、近くのみんなが買ってるとか、そういう考えになっちゃうんですよ。違う違う。命をいただく信仰心を持っていただくってことです。もうファーストフード見てください。ドライブスルーですよ。運転しながら食べてる。コンビニ行ったら近くのものを食べちゃうとかファミレス行ったらディスプレイで美味しそうなのを目から入っちゃってからよだれが垂れちゃって食べちゃう。食欲の欲に負けてるわけですよ。信仰なので命をいただきますって行為なのに欲なんですよ。それはよく言ってる人間界の地獄界まあ、ガキ界、畜生界ってあるでしょ？もう畜生界にいる人たちっていうのはもう病気になりやすい。欲まみれなんです。で、何も考えて近くのものをバク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 食べてるんですよ。だからお腹が減って食べるとかじゃないんですよ。まずそこを考えてみてください。日本のね、昔のいい文化を忘れないでください。
だから法事だったりとか墓参りとかしましょうとか、先祖を敬いましょうっていうことなんですよ。わかります？そういうとこから病気にならない食事だったり、病気にならない生活習慣っていうのは戻せるんですよ。欧米が全て悪いって言われないんですけど、日本人に合わない食べ物、それっていうのはやはり病気になりやすいんですね。あとはマインドですよね。ヨーロッパとか欧米が本当に世界の中心ですごい素晴らしいよって洗脳されちゃうんですよ。洗脳されちゃうと日本人でいることが恥ずかしいとか、世界に行った時に日本が通じないとか思っちゃうんですよ。それも思わされてるんで、まずは信仰を覚え出してください。そして日本の歴史、世界の歴史を勉強するきっかけにしてください。調査独自のこと言ってるのになんで日本の歴史と世界の歴史なんだ。そうなんですよ。信仰心を忘れた日本人が病気になってるんですよ。これも答えです。信仰心、歴史を忘れちゃった。今なぜ私たちがこうなってるのかっていうのを忘れちゃった日本人たちが病気になってから、注射を打ったり海外の薬を飲まされて、そして病気になって死なず生かさずダラ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 搾取されてるっていうのが真相です。なので今日の話をまとめると、皆さんね、何も考えず目の前にあるものを口に入れる行為は食事をしてるわけじゃないんですよ。もうこれは本当に何も考えない思考停止な状態で、言葉悪く言うんですけど家畜状態ですよ。毒でも何でも口に入れて、どん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 体が蝕まれていっちゃうっていうのが今の日本です。だから今言ってるね、孫は優しいとか、お味噌汁とか、あとは魚とか玄米とか麦とか泡とか冷えとかいろいろあるんですけど、日本古来のね、日本人に合った食事をベースにしながら、じゃあたまにはね、海外の食事とか楽しんで、それも嗜好品程度にして、あと砂糖とかショートニングとか加工品とか農薬バカバカ入れない。毒を海水入れれば入れるほど何年も何十年も体蝕まれてってから、最後病気になって糖尿病になって足切断して、最後合併症になってから、とんでもなく家族にも負担かけちゃって、最後は亡くなってっちゃうってことになるんですよ。だから自分の人生をしっかりね、自分でねクリエイトしたりとか、周りの人たちを不幸にしないためには、日本人の食事の信仰をしっかり、命をいただきますごちそうさまでしたっていうのはまだまだ残ってるので、ちゃんと大人がやって子供たちに、ね、しっかり伝えられるような日本にまた取り戻してほしいなと思って、僕は勉強して皆さんに情報配信していきます。なので皆さんも自分がまずやる、人を入れ替えない、自分がまずやって、良かったものに対して興味があって聞いてきた人に対して話す。いきなりね、これがいいからこれやんなとか、あなたが変わらない限り人は興味を示しません。で、僕が本当に太っちょでしわくちゃで全然ね元気がなくて老いぼれてたら話聞かないじゃないですか。やっぱり元気で運動もして若くいて、あ、じゃあ長さん元気の源なんですかって興味を持つから、皆さんじゃあその部分に関してはこうですよって言って、分かりやすいように話を言語化して伝えてるって感じです。なので皆さんも急に分かんない人がどうだとか逃げるので話すんじゃなくて、まず自分がやって自分が変化を感じるって、興味があった人に伝えるってことです。皆さん食事ちゃんと考えて進行しながら食べていきましょう。それでは今日はこれぐらいにします。はい、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。